さあまずは大城からというこの9回の裏です。勝負強い大城、祈るように見つめるベイスターズファン。カウント2-2、低くっていう意識はあるでしょうね。外れています。今日の大城8球目です。レフト方向フェアになった。さあ大城匠が一塁を蹴って二塁に向かう。先頭の大城が出ました。ノーアウトランナー二塁で坂本勇人を迎えます。そして代走が送られます。大城に対して佐々木、そして最高の場面で坂本勇人に打順が回ってきます。あのさん、もう打ってほしい時に打つのが坂本勇人、はい、これはもうジャイアンツファンの共通認識です、まあ、こういうところでは、ね、数多く打ってきた選手ですけど、なんかあのこういう場面で今回ってくるんだっていう、ちょっと今ゾクゾクした感じありますね、はい、9月26日に登録抹消。バッティングを見直してきた。セカンドゴロになりましたがランナーを進めました。坂本勇人ワンアウトランナー三塁、さらにチャンスを拡大しました。坂本あとは今日このスタメン抜擢の若林がね、はい、期待に応えるというところですけど、打席の若林は今シーズン西武時代でありますがサヨナラのツーランホームランも放っています。初球打った、三遊間破った、ジャイアンツサヨナラ。今日復帰坂本勇人が生み出したそのチャンスを最後決めたのは若林学徒。ジャイアンツのユニフォームを着て初のサヨナラ、ウォーターシャワー。今坂本勇人も健闘を称えました。首位攻防戦、ジャイアンツが首位を守りました。6連戦の初戦勝ち切ったジャイアンツです。今阿部監督と坂本勇人もハイタッチ。最後決めたのは若林。今丸も頭をポンポンと叩いてねぎらいました。いや浜野さん、ね、初球で決めました、昨日サヨナラのベイスターズ非常に勢いよくに乗ってこの東京ドームに乗り込んできましたが、今日はジャイアンツのサヨナラということになりました、はい、いうこの夏場となっています。このバッティング改めていかがでしたでしょうか。これはもうあのファーストストライク何でも言ってやろうというなんかこうまあ、先ほどのヒットも、ね、初球打ってますしね。初球でしたよ、あ、はい、2球目でしたか、ね、したか、はい、2球目でしたね、はいはい、もうね、勝負は早いですし、はい、なんかこうちょっと安い身のある選手ですね。かなり手洗いウォーターシャワーになったというこの若林です。7月8月のウォーターシャワーはいくら浴びてもいいんじゃないですか、これ本当にそうですね。まあ、こうやってねシーズン途中で移籍してきて、はい、あ、ね、抱き合いましたね、へ、うん、やっぱりこうやってチームの勝利に大きく貢献できるっていうことは。